大補強が止まらないリバプール、続きを始めていきます。まだ層が薄いところはありますが、落ち着き今回は試合を消化するだけになるのでしょうか。弱いところとなると、両サイドバック、しっかり育てたミッドフィルダーがいないので、スナイデル以外の中盤、この辺をこれから埋めていきたいというところです。センターバックは次世代のストンがいるくらいなのでもう1枚欲しい。フォワードは若手がルーニーとジークフリードがいるので大丈夫。キーパーはタルドがいるので大丈夫。そんなリバプールです。他に欲しい選手となると、現役最強指数のイブラヒモビッチですが、年齢的に10年は無理っぽいので諦めているところで、あとは誰か若い状態で転生してくれたら、でしょうか。その後9月3週、ルーニーに狙っていた特徴を獲得します。練習の効果が上がることがあるプロ意識が高い、これは朗報です。さらにシャドウストライカーにアップと、ルーニー育成がすごく良い感じに行われております。同じく新人の俺よりもハードワーカーに、チームカラーもいずれ発動させたいところですね。やっぱり今後は育成に集中か、と思いきや、ガーナ国籍の最強クラスのボランチエッチェン、指数は 95.5 と、すごい良いボランチです。ボランチに90代の良いボランチがいないので、これは良い補強になりそうです。その後すんなり交渉が開始します。約33億スタートからの交渉、トレードも使おうかな、フォワードがあまり気味なので、ハートをトレードに出します。いいフォワードが2人いて、エジプトの南野もいるので、出しても大丈夫でしょう。クラブ間交渉成立し、年俸交渉、これもあまり高くなく、総額17億近くで済みました。その後10月末、移籍金バブルで建てたクラブハウスが完成。さらにフィジカルと戦術が上がる施設を作ります。11月、エッチェン入団、これでボランチの将来が安泰です。あとはもう時を進めて育成していくことに集中していく流れ、ルーニーを期限付き移籍に出します。試合の方はヨーロッパの大会のグループリーグを突破し、12月、新たな大会、ワールドクラブチャンピオンシップが開幕しますが、相手は以前聞いていたクラブ、ズンダ仙台でした。初めて敵に出会えた、そんな出会いです。グラフはややこちらが上ですが、ここまで力が近い相手はいないので、やばい相手です。結果は延長に入り、失点してしまいます。結局負けてしまい、1回戦敗退。いずれリベンジができたらしたい、そんな結果でした。一方リーグの方は、もう優勝ほぼ確定コースで折り返し後半へ。2月、ストンが帰国し、大きく成長していたと報告。さらにオルコットをトップ昇格、初めてすごい選手をユースから挙げます。右サイドのミッドフィルダーがかなりベテランなので、これは最高の補強となるでしょう。しかもユースで育てていたので、どんな伸び方をするのかも楽しみです。そして試合はリーグも含めて、すべて優勝して終わります。もう本当に少し気をつければ勝てる力があるので、割と楽な感じでした。5月、ジークフリードが帰国。こちらも大きく成長していたと報告されます。入れ替わりでエッチェンを、メンタル型のマドリードへ、分けてくれることを期待します。そしてシーズンが終了、このシーズンも充実した補強、育成ができていたと思います。成長確認をしていきましょう。全体のグラフは結構伸びていました。
個人の成長もかなり期待ができそうです。まずはタルド、全体のグラフと似たような成長でした。まずまずよく、今後の成長もまだまだ期待できそうです。28歳のエヴァン・コルドバは、うっすら成長、ディフェンスが突き破っています。あと10年近くできるので、まだまだ頑張ってもらいます。29歳の土屋はうっすら成長、若手が育てば控えも数年後にありそうですが、まだまだ主力として使いたい選手です。右サイドバックのブルッツはうっすら成長、しかし能力的にそろそろ戦力外というところです。契約延長はしないかなー。若手のコンティにはうっすら成長、適性のないサイドバックで使っていました。谷間の選手として今後ももう少し起用していく予定です。28歳のモドリッチは、少し成長、今がピークでやれて35歳くらいまででしょうか。ベテランハーグリーブスはうっすら成長、若手が育てば早く入れ替えたいところですが、もう少し主力として使えそうです。24歳スナイデルは少し成長、未所属リストからの補強組としては、いいグラフとなっています。今から成長期なので、期待したい選手です。ベテランマキシはうっすら成長、まだオルコットが若く、代わりの選手もいないので、もう1年延長することにします。ドラゴンクボはうっすら成長、若手が入ってきて、ベテランになったので、契約延長はせず、残り4年の在籍ということにしました。エディットフォワード南野匠は、少し成長、期限付き移籍に出したい気持ちもありますが、なかなか出せずという状態です。若手次第でそろそろ出せるかな。ユース上がりのウォルコットはうっすら成長、同じポジションのマキシがベテランなので、早く成長してほしい選手です。ペテル、グラチは、うっすら成長、チーム的に戦力外なので使いませんが、キーパーを一人にするのもいけないので、あと一年いてもらいます。ボランチオレウリは、少し成長、期待の選手ですが、エッシェン加入により序列は下がりました。しかし育てたい選手です。でね、ジークフリードはなかなか大きい成長、まだ物足りませんが、さらに大きく成長させていきたいです。サイドハーフのウングボリは大きく成長、指数的には低い選手になってきましたが、今後は欠員補充の役割として、まだいられると思います。エッシェンは少し成長、期限付き移籍中なので、帰国が楽しみです。数年は育成したいので、まだまだこれからですね。ストンは大きく成長、いい伸びですが、まだまだ足りないのでこれからです。イヴァン・コルドバ並みになってもらうまで育成したいです。そしてルーニーはうっすら成長、これからですね。オフェンスが天井を突き破っていくと思います。一気に化けることを期待したいです。そんな1年でした。補強が激しかったですが、約29億の黒字、サポーター数も多く獲得し、問題はないシーズンでしょう。その後、秘書変更、寺田千尋さんに変えました。疲労した選手が多い時、疲労を解消するイベントを起こすことがあるので、彼女を選んでおります。そして公約の結果は、すべて S 判定でしたが、この年もクラブの格について注文がつけられました。格って言われてもなぁ。大会は優勝したし、なんともできないような。
今回はここで終了します。次回、そろそろ落ち着いていくせいかな？ご視聴ありがとうございました。